痩せてる今の体を記録しておこう。はい。直近で、なんか半裸の動画とかが何回か、全裸の動画もあったけど、何回か続いて、まあ、痩せすぎみたいな感じのコメントが来てね、常にね、まあ、いろいろ家族とかから、あんたちゃんと食べてるんかとか言われてるんですけど、ちゃんと食べてないんで痩せてるんですよ。うん。ちゃんと食べてないよ。うん。ちゃんと食べてないから痩せてる。これは言わせていただきたいんですけど、まあ、だからこのガリッガリの今のね、うわ、めっちゃ痩せてるな。カメラを通して気づくんですが、このガリッガリで痩せてる僕の体をね、ちょっと残しておきたいと思います。まあ、正直ね、僕太ると思いますよ。これから先。まあ、なんでかっていうとお金持ちになるし、お金持ちになるとね、いっぱいご飯とか食べれるんで、まあ、そしたらね、太ると思うし、まあ男性とか、まあ女性もそうかもしれんけど、年取っていくとやっぱ脂肪とか燃焼しにくくなるしね。まあ太っていくと思うんで、これから。まあだからもう今だけかなっていうことでね、痩せてます。で、まあなんで痩せてるか、まず言うと、だから言ったけど、食べてないからなんですよ。食べれない。お金がなくて食べれないから痩せてます。で、まあ、この痩せてる体がね、まあ今だけなんで、まあ記録しておこうと、そういうことですね。で、まあ今下は履いてるんですけど、こんな感じで、上半身こんな感じですね。むっちゃ痩せてるな。うん。この、日焼けしてるとこはそうやけど、白いところは怖いな、ほんま。こんな感じですね。背中も一応。はい。こんな感じ。はい。ということで、これが上半身です。ガリガリっていうやつですね、いわゆる。ちょっと脇毛とか気持ち悪いな、ほんで。はい。はい、これです。で、まあ。下半身はね、ちょっとチンコとか見せられないんですけど、足とかね。足はまあ、陸上してたからそうでもないか。まあ、手も細いか。こんな感じですね。はい。後ろこんな感じ。まあまあまあ。足はそんなに感じひんけど、やっぱこの骨、上の骨は気になるな、めっちゃ。脇毛気になるな、ほんで。はい。こんな感じですね。で、まあ、ここからね、先は、まあ、体記録し終えたんで、ここから先の話ですけど、どうやって痩せるかですよね。どうやって痩せていったのかと、まあ、最初から痩せてたけど、まあその太らないための秘訣、これをね、ちょっと喋りたいと思います。ここからはまあ、女子必見かな。うん、やっぱ女性の方は痩せたいと思う方、結構多いと思うんで、まず僕流ダイエット方法ですけど、食べない。第一に食べないことが大事ね。全然昼食わへん時あるし、うん、9時5時でバイトね、8時間ぐらい入る時とかで、昼食わへん時あるし、次はやっぱうんちをすることですね。うんちね、やっぱ大事です。食物繊維、まあ便秘とかはやっぱ太りやすくなるから、まあいっぱいうんちをしましょうね。これ汚い話すいません。だからそのうんちをするために、僕食べてるうんちをするためにとか、そんなつもりはないんですけど、僕が食べてるものを紹介するとすると、まず朝はね、フルーツグラノーラ食べてます。最近はフルーツがちょっともうきつくなってきて、もう何も入ってないグラノーラを、豆乳をかけて食べてます。紹介しようか。これ、このグラノーラ、これにこのね、豆乳をかけてます。はい。あとはまあ僕は食パン、好きなんで、パンをね食べてますよ。で、そのパンは甘いの好きなんで、まあ、甘いシロップとかかける時もあるし、まあ普通になんかね、マヨネーズ塗って、で、納豆をのせるやつ、納豆パン好きですね。で、納豆です、次は。うん。で、納豆、夜は、だいたい米、ご飯に、納豆とキムチを食べて、あと味噌汁ね、飲んでます。はい。夜はね、もう納豆、キムチ、ご飯と味噌汁。これです。これでずっと決まってます、もうね。もう、それ以外考えない。自炊とかしてたらね、時間もったいないし、めんどくさいし、そんなんする日もあるんやったら、もっと、なんか、YouTube 見たい。YouTube とか、したい。ね。そういうことで、まあ夜ご飯はもう納豆キムチご飯と味噌汁っていうのは、これもう1年以上ずっと続けてるかな。まあたまにだからその食べに行ったりとかするときは違うことやけど、自分の家で食べるときはもうそれやな。だからまあキムチもね、体にいいって言うしね。で、やっぱ納豆と組み合わせるといいみたいですし、キムチ何が入ってるのかな、わからん。そんな、なんで体にいいんかわからんけど、発酵食品やからかな。うん。で、あとね、最後、夜寝る前にヨーグルトね。うん、ヨーグルトはいいみたいです、やっぱ。翌朝、ね、その、通じが良くなるのかな。あとは、まあ、カルシウム取れるから、まあ、骨のね、生成、形成支えるし、骨を支えるし、ガリガリやから骨粗鬆症とか心配されると思うんですけど、でも毎朝ね、牛乳、まあ、これはコーヒーで割ってるんですけど、牛乳飲んでるし、夜寝る前ヨーグルト食べてるし、あとチーズもね、たまに、パンにかけたりとかして食べるんで、チーズも食べてるから、カルシウムはまあ、十分やしね。で、夜は納豆ね。
食べてるからタンパク質も OK やし、でやっぱね、なんといっても炭水化物ね、うん、これ食べないとエネルギーにならないから、米とやっぱ朝はパン食べてるんで、炭水化物エネルギーね、生きていく上で必要なことは揃ってるんですよ。まあ、ちょっと足りひんのは動物性タンパク質ね、肉とか魚とかは全然足りてないし、野菜だからまあビタミン C とか、ビタミンは足りてないんですけど、まあでもグラノーラにビタミンとか入ってるし、確か豆乳にもビタミンなんとか入ってるからね、まあその一概にもその全ビタミンが足りてないってわけじゃないんですけど、まあだからちょっとビタミン気になるんで、あとね寝る前これは飲んでますわ、スーパーマルチビタミン&ミネラル、これはアマゾンのプライムデーとかで買います。はい、で90日分なんで、まあ大体3ヶ月ぐらい持つということで、プライムデー、アマゾンが安いのが大体3ヶ月に1回ぐらい来るんで、アマゾンが安い時にあのビタミンのやつを買いますね、うん、でまああれを飲んどけば、まあ亜鉛とかも入ってるのかな、まあマルチビタミン&ミネラルなんで、ミネラルは亜鉛とかね、その辺だと思うんですけど、あと何やったっけ、ゼオチンやったっけな、味覚を助ける能力みたいな、ビオチンか、皮膚や粘膜の健康維持とかね、うん、亜鉛とか銅とか入ってますね、あとはビタミンも入ってますということで、まあ、このあたりをやってます。だからもう本当にね、なんで痩せてるかって言ったら、食べてないってのもそうなんですけど、あと痩せるものを食べてるっていうね、そのただでさえ痩せてんのに、そら痩せるやろなってものを食べてるから、余計に痩せていくんですよ。めっちゃ痩せてる人が、例えばあのちゃんってなんか毎日ドーナツ食べてるみたいな、毎日の夜ご飯がドーナツみたいな聞いたことあるんですけど、それで痩せてたらやっぱすごい、あんたそんなもん食べてんのにそんな痩せてんのっていうのだったらわかるんですけど、僕の場合はな、そんなもん食べてるから痩せてるんやろやし、追加でそんな食べてないななんですよね、うん、そんな食べてないから痩せてるし、食べてるもんも痩せるもんやから痩せてるっていう、これを皆さん目指してください。だからまあなんやろな、毎晩豚汁に魚でもいいですけど、その豚汁とか魚とか焼いてる暇あるんやったらね、納豆をね買ってそれをパーンって割るだけで、あのキムチとか乗せて食べるだけです。でも最近はなんか一緒に食べるんじゃなくて、納豆は納豆、キムチはキムチ、ご飯ご飯別々食べた方が幸福度上がるってことに気づいて、そっちで食べてます。まあ飽きてきたらね、いろいろ試行錯誤しながらですけど、味噌汁はあのなんか冷凍室に入れておいてね、でそこ味噌の中にはね、なんか味噌汁の具みたいなのがスーパーに売ってあって、そこにはわかめとか、なんかキャベツとか、なんか揚げとかいろいろ入ってるやつをこうね、開封したらまず混ぜて、綺麗なスプーンで混ぜて、それを冷凍室に入れておくと、味噌って固まらないので長期間持ちますし、まあ味噌も発酵されてるんでね、まあ非常に大事だということで、まあ栄養的にも問題ないかな、うん、栄養的に問題あるか、だからこんな痩せてるんですけど、はい、で皆さんもだからまあ真似してたらこうなりますけど、まあほどほどにね、ダイエットしてください。でまあする方はまあ本当に自己責任なんですけど、僕はそれでこうなってますんで、まあ信憑性あるよねこれ、まあ僕もで、ね、たまにそのやっぱミスド元で変異ってことでドーナツとかいっぱい食べてたり、まあ外食とかで、まあ、派手に暴飲暴食する時もあるけど、これやからやっぱ日頃の納豆キムチご飯と朝のねグラノーラで、夜寝る前の、うん、ヨーグルト、このあたりはやっぱ大事じゃないというか、まあだから痩せてるんじゃないっていう感じですね。はい、まあ、皆さんも健康に気を使いながらね、ガリガリになっていきましょうみんなで。はい、ガリガリになりたくてなってるわけじゃないですけどね僕は。はい、ということで、まあ、あの参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。